拡大するメタボ関連市場に新たな商品です。ジョギングやウォーキングをする際にその人に合った運動のペースを音声で案内するという商品が今日発表されました。リズムに合わせてもう少し強く運動するのが理想的です。有森裕子さんがアドバイザーを務めたというこの商品は、耳たぶにつけた電池式のセンサーで心拍数を測り、効率のいい運動のペースを7段階でリズムと音声で案内します。一人でジョギングやウォーキングを始めてもペースがつかめず効果が上がらないといった初心者にもおすすめだということです。お腹周りのサイズの測定など特定健康審査が義務付けられる今年4月に合わせて発売され、初年度でおよそ30万台の売り上げを見込んでいるということです。